2万1000人のサッカーファンが見守ります。フットボールフリークの皆さん、こんにちは。ジョン・カビラです。水戸ホーリーホック対ベガルタ仙台の試合をお送りいたします。解説はおなじみの新藤克義さんです。新藤さん、よろしくお願いします。皆さん、こんにちは。よろしくお願いします。まもなくスターティングイレブンが発表されます。新藤さん、今日の試合どう予想されますか？両チームともに縦にスピードのある選手を抱えているので、カウンターを警戒すべきですね。なるほど。どうもありがとうございます。選手がピッチ上に姿を現しました。北島、最近プレーに粘り強さが出てきました。今、試合前の記念撮影が行われています。現在、水戸のスターティングメンバーをご覧いただいております。そして仙台の先発メンバーをご覧ください。水戸のキックオフでゲームが始まります。まずは立ち上がりを注目していきましょう。それではスターティングメンバーをご紹介しましょう。まずは水戸ホーリーホック、石川、檜山、磯崎、戸場、木澤、ファンハクスン、大橋、アンソンジン、須藤、シンビョンホ、北島、続いてベガルタ仙台。ここから打ってきた、ファンハクスン縦に出します。檜山、縦に出します。10分過ぎました。バックパスです。ビエラ、味方を探す。後ろに下げます。渡辺、リカルド。15分経過。仕掛けます。マルコス、前方へ。須藤、渡辺、前にはたいた。短くつないで、これはいいパスだ。倒された。あー、やっちゃった。イエローカードです。ちょっと起き上がれないようですね。気をつけてプレーしないといけませんよ。3人が壁を作ります。惜しかったですね。縦へのパス、いいよ。前に送る、右からのセンタリング。岩本、大橋、前半25分、いいよ。よく見てます。前方へ。これはファールです。岩本、檜山。前半30分経過。ガヤ、短くつないで、攻撃を組み立て直します。大橋、得点を待ちきれないサポーターがゴール裏に陣取り、規制を上げています。落ち着いてパスを回す。前半35分をすでに過ぎました。北島、味方を探す。中村慎、ここからスローイン。ここで選手の交代です。足を引きずっています。飛ばします。さあ、ここで森、財前、岩本、ヘッド狙った。磯崎、手元の時計では残り時間がほとんどありません。右へ、北島、前に送る。これはいいパスだ。前半戦終了。
ここまでの流れを振り返りましょう。まずはこの画面から。前半7分、一人でも集中力を欠くと危険ですよ。ではこれはいかがでしょう。前半20分、相手チームのサポーターを怒らせてしまいました。さらに前半40分、ここです。この切れ込んでスペースを作る動きが良かったんですね。両チームここまでのスコアをお知らせします。さあ後半戦が始まります。仙台は後半攻撃を厚くするという考えで来るかもしれませんよ。中央だ。縦へのパス、いいよ。バックパス、藤井シュート、大橋。北島、渡辺、そして岩本、マルコス、須藤、これは笛です。中へは入れさせません。力強いドリブル、ちょっとタイミングが合っていませんでしたね。後ろに戻した、前に出した、新業アンソンジ、これを競り合う、ズバッと打った。ちょっとこれは強引だったか。キーパーが壁の位置を指示しています。選手の交代が行われています。あまり機能していませんでした。前にはたいたマルコス、倒された。イエローカード。クレバーなプレーを心がけてほしいですね。試合は膠着状態が続いています。時間的にはどうでしょう。そろそろ動いてもいいですか。だいぶペースが落ちてきましたね。中央、アンソンジ、縦に出します。木澤、ここからセンタリング、よく見てます。アンソンジ打った。それてしまった。ゴールを割らせません。さあ新藤さん、ここまでの試合内容を振り返ってどうでしょう。水戸は前半攻撃の決め手を欠きましたね。そうですか。マルコス、前へ、縦に出します。いいよ、短くつないで、見事ですね。前に出した大友、勇気あるス、ここからシュート、これはゴールキックでしょうか。ゴールを割らせません。ここまでのボール支配率は水戸ホーリーホッケー 56%、 ベガルタ仙台 44%、 ホーリーホッケーボール支配率で上回っているものの得点できません。一旦戻して、大前、自分で行くか。ここで試合終了の笛です。両チーム無得点。水戸ホーリーホッケー、ゴールを挙げられず引き分けました。後半戦を振り返りましょう。さ
はあ、後半22分、ちょっとホームのファンは納得できませんね。後半35分、綺麗な形だったんですけどね。今のプレー、違う角度からご覧いただきます。後半43分、もったいないですね。今のシーン、別の角度から見てみましょう。それでは新藤さん、試合を振り返っていかがでしたか？両チームとも攻撃のパターンが少なかったですね。はい、磯崎、彼の今日の出来について一言いただけますか？はい、今日の彼は切れていましたね。ありがとうございました。そろそろお別れの時間です。実況は私ジョン・カビラがお届けいたしました。解説は新藤勝義さんを迎えてお送りしました。新藤さん、どうもありがとうございました。失礼いたしました。それではサッカーを愛する皆さん、またお会いいたしましょう。さようなら。